これから MRT の生放送ですけど、はい、今の心境どうぞ。なんか説明をするという話なんですが、なんか時間がめちゃくちゃキュッとなってるんで、なんかそこが心配ですね。なんか余計なこと喋って変に長くならないかみたいな、はい、だからちょっとロボット的な感じで言われたことだけやるっていう、感じで頑張っていこうかなと思います。一言、ローカル放送 の、 あの宮崎なまりが自分テレビ見ててめっちゃ気になるんですよ。そうなるまいと思うんですけど、多分緊張したらなります。そうですね、あのまあアドリブで結構乗り切っております。あのまあ楽しくこっちもやった方がいいのかなということで、あのちょっと、あえて笑顔で接するようにはしてるつもりです。あの台本には目を通したんですかね。そうなりません、台本はないですか。はい、もうレポーターの方が質問をぶつけてきますので、私はそれに対して、適当に、まあ、その時間内にアドリブで答えているような状態ですね。すごくやりやすいです。楽しみながらやってます。あのジブリの世界だそうです。あのブルーベリーとブルーベリーの木の間をくぐってトンネルをで次のブルーベリーまで行くという、そういうあのディレクターの発案で、木と木の間をくぐっております。カメラも一緒にくぐってました。だからなんかすごく楽しいです。だからテレビ撮影はもう何回目ですかね。今期は2回目かな。でいいよ。そうですか、2回目、はい、うん、まあ加工の入れると何回もありますけど、ね、緊張してます。いや、してません。わかりました。はい、じゃあの放送楽しみにしてます。はい、よろしくどうぞ。ここに紫なやつがいい。真紫なはい、じゃあ行きます。3、2、1、乗った。5、4、また振れなくちゃいます。2、1、はい、ちょっと。はい、今日は小林市野尻町のベリーファーム風の大地に来ています。こちら場所はですね、宮崎市から小林市方面に向かって進んで野尻の三鴨山運動公園のすぐそばになります。さあ、ここからはブルーベリーたくさん見せていきますよ。たっぷりと実っています。ここからブルーベリーについて詳しくお話を伺っていきたいと思います。それではこちら行きます。川野さん、お待たせしました。こんにちは。川野さんです。川野さん、お願いします。いらっしゃいませ。すごい数のブルーベリーなっていますが、はい、店内にはどのくらいあるんですか。約2000本が植えております。すごい数ですね。もうどこを見てもブルーベリーの話なんですけれども、はい、大体何種類くらいあるんですか。30種ぐらい植えております。いいですね、また食べ比べも楽しそう。そして私はもう待ちきれません。ブルーベリー食べてもいいですか。はい、どうぞ。じゃあこちら積んでいきますね。これは綺麗に実ってるもの、こちら、ちょっと待ってください。食べ方がございまして、はいはい、一粒食べるんじゃなくて、だいたいこのぐらいいっぺんに食べてくださいと、とてもあの香りが鼻に抜けて美味しくいただきます。こんなにたっぷりいいんですか。すっごい贅沢。では皆さんすいません、いただきます。すごいフレッシュ。酸味が少しありまして、はい、そういう品種の今が一番あの食べ頃の品種です。やっぱり取れたてだから身の張りが全然違いますね。そうですね、はい、これすごい美味しい。どんどん違うブルーベリーも食べていきましょう、はい、じゃあ今からここを通りますので後をついてきてください。大丈夫ですか、はい、この山のような森のような道を通っていきます。まるでもうジブリの世界。ちょっとカメラさん頑張ってくださいね。山の中を通っていきますよ。
通ってる通ってる通ってる。この後入園用の話をします。こういう緑に囲まれたところはやっぱりすごい楽しいですね。ありがとうございます。はい。そして緑の中に出てきました。このブルーベリーの入園料などどうなっているんですか？入園料は無料です。それから試食も無料です。皆さん聞かれました。入園料無料。いくら食べても無料。いうことですよね。美味しかったらたくさん買ってください。お金大丈夫ですか沢野さん？大丈夫です。たくさんの方が買ってくださいます。太っ腹ですね。もうものすごく美味しいんですよこちらのブルーベリー。まだまだ紹介していきますね、はい、続いての品種は何ですか？オニールという品種を今からご紹介したいと思います。皆さんここまで大丈夫です。続いての品種が奥にあるこちらですね。はい、これもヘルプありますので、ね、はい、こちらにまた大きい実がたっぷりとなっています。食べてみようか。いいですか、はい、こちらもまた違った品種ですので、はい、ここ1個じゃないよ、3個、4個1個じゃない、3個、4個とお言葉をいただいています。いいんですか。いや、こんなたっぷり食べられるのもブルーベリー農園ならではの贅沢ですよね。はい、では、いただきます。もう塩もんくん、さっきよりも甘い。そうですね、この品種はこれが一番メインでたくさん入れております。で、大体3分の1ぐらいはこの品種で占めてます。これは誰が食べても美味しい品種です。いや、こうやっていろいろ食べ比べて自分の好きな品種を探していくっていうのがやっぱりブルーベリーのいいところですよね。はいはい、またちょっと変わり種でですね、ちょっと大きな品種がございますのでご紹介したいと思います。はい、じゃあこれ全部見せたらもうまとめます。はい、見ていただけますか。はい、お願いします。こちらなんですよね、すごい大きいんですよ。はい、これ一番いい時は500円玉ぐらい大きくなりますけど、今日はちょっとまあ100円玉ぐらいかな。私のこのマイコインと比べてみます。このようになっています。10円玉と同じくらい。これブドウみたいに大きいんですよね。はい、これそういう品種でございます。はい、私一つこちらもいただきますね。これがいい、うん、はい、大きい、いただきます。ちょっと行けた音、ヘタを取るんですね、これか。はい、いただきます。はい、どうぞ。すごい酸っぱくて目が覚めるようです。美味しい。やっぱブルーベリーって言ってもいろんな味がありますね。いろんな千差万別です。うん、あ、なんかさっきよりも目がパッチリと開いたようなそんな気がしますけれども、いや、 やっぱり美味しいですね。こちらではですね、収穫以外にもある体験ができるということなんですよね。はい、というところなんですが、これは後ほどの中継でお伝えします。この後5時25分からの中継をお楽しみに。楽しみに。返した、返した、返した。はい、OK。 はい、OK です。ここ一回抜きます。そしたら次8分後に次中継入ります。で、コマーシャル中です。コマーシャル、はい、この水は重労働や。また一番高くいいもんな。死亡しかないですけど。志望しかないですけどね。専門なんか専門学校でだろう。ですね、一応大学がそういう大学でですね。あ、本当。放送学科というところで。はい。そっかそっか。はい、今日は小林市野尻町のベリーファーム風の大地にお邪魔しています。園内にはなんとおよそ30種類のブルーベリーがあるということで、先ほどの時間から私夢中になって。こんだけいっぱい積んできちゃいました。スタジオの皆さんにも持って帰りますので楽しみにしていてください。さあ、引き続きここからも沢野さんお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沢野さん、入園料など
もう一度お聞かせいただけますか。はい、入園料無料、試食無料、100g 250円で販売しております。はい、皆さんお忘れなく、入園料無料です。食べ放題です。ぜひ味わってみていただきたいと思います。さあ、そしてあれ、こちら遠い大きな木の間にあるこちらは何ですか。樽に、テーブルと位置付けたキッズ、秘密基地です。秘密基地ということなんですけど、これすごい収まりのいいサイズで大人の私でも入ることができます。ブルーベリー積んでここで食べるのも楽しいかもしれませんね。こちらまた穴場スポットも見つけました。さあ、そしてここからはブルーベリー以外のある体験ができるということなので、私はちょっとそちらにお邪魔してきます。川野さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。それではまた後で。さあ、ここからブルーベリー以外にできるある体験、それが何かと言いますと、こちらに入っていきます。こんにちは。こんにちは。なんとこちらではピザ作りができるんです。はい、こちらのピザ作りのシステムを教えていただくことはできますか。はい、トマトソースピザが800円、ブルーベリーソースピザが1000円で事前予約制となります。こちらで摘んだブルーベリーをピザにしていただけるということなんです。さあ、そしてこちらにはですね、本格的なピザ窯があるんです。そして今まさにピザを作っているところなんですよね。こちらご覧ください。ブルーベリーをたっぷりとトッピングされていますよ。はい、ありがとうございます。いい時間になってきました。ピザが焼けましたので、ピザ窯オープンお願いします。はい、まさに今焼けたピザがこちらなんです。すごく美味しそうですよね。仕上げに、ブルーベリーをトッピングしてください。はい、ここで摘んだブルーベリーをたっぷりとトッピングしていきます。はい、いきますね。これ私楽だっていっぱい乗っけたい。なんせ無料ですから。無料ですよ、無料。はい、たっぷり乗せです。そして最後に緑を乗せましてカットしていただきます。ちょっとブルーベリー乗せすぎましたね。いっぱい食べたくて。あー、もうそう、たまらん。はい、はい、ということでこちらピザが完成しました。さあ、せっかくですので外もすごくいい景色になったので、こちらでいただいていきますね。熱々。さあ、こちらも緑の中にあってすごく景色がいいんです。このすごく素敵な景色の中でいただきます。はい、川野さんにもお待ちいただいています。それでは早速試食させていただきます。皆さんすいませんね、私ばっかり。ではいただきます。よいしょ。はい、たっぷりブルーベリーのっかっています。うん、うん、やばい。ブルーベリーがやっぱり取れたてだからすんごいジューシーで、このピザ焼きたて熱々とすごくよく合います。皆さん、おいしいピザありがとうございます。さあ、川野さん、それでは最後場所の説明をお願いします。はい、宮崎から約1時間で、野尻町の区立小学校を目指して来てください。そこから看板が出てますので、園の方に行くと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。そしてこちら園内で収穫したブルーベリーはお持ち帰りすることもできます。100g250円でお持ち帰りすることができます、はい。
以上、今日はベリーファーム風の大地からお送りしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それではご一緒に、以上中継でした。はい、OK です。終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。すべてでした、これが。ピザも焼いて持ってきて、はい、食べてもらおう。美味しかった。お疲れ様でした。ありがとうございました。完全にお前にシャーミーだけでよかったね、俺が。もっと知りたい、もちもちして言われました。初めてや。終わり。感想。あ、感想。それ、感想。感想。感想は、とてもフレンドリーに、MRT さんに接していただいて、無事、収録ができたことをありがたく思います。今日はありがとうございました。緊張しましたか？いえ、緊張しませんでした。撮影終わっての感想聞いてないんだけど。あ、本当だ。やっぱ苦手ですね、ああいうのは。こう生中継で時間が命みたいな仕事は、自分なんかパニックにあるんですよ。なんか、あれやんなきゃ、これやんなきゃみたいなのが、なんか後から後からこう思い出していって、その思いついた頃にはもう終わってるんですよね、その時間が。だから、もうやりたくないですね。うまくいきましたか？ピザをめっちゃ焼きすぎたんです。事前に焼いとくピザを釜から出すの忘れて、セリフのこと考えてたっていう。まあ、とりあえずお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いただきます。おいしい。おっ普通のピザもあるんだよ。うん、まあ、普通のオーソドックスなベーコンと、まあ、おいしい。トマトやら慣れてない。おいしいです。ありがとうございます。うん、おいしい。おいしい。ありがとうございます。どうですか？いただいてます。ありがとうございます。乳製品と合いますね。ブルーベリーはやっぱ、うん、チーズにも。じゃあゆっくりどうぞ。さっぱりしてる。おいしい。ありがとう。